勝負のポイントは、パリ五輪の柔道混合団体決勝。3日イコール日本時間4日、日本は開催国フランスに敗れ銀メダル。東京五輪に続き、宿敵の牙城を崩せなかった。写真、混合団体の試合に出場できなかった曽根明さん。3からの代表戦はデジタルルーレット抽選で男子90キロ超級となり、斎藤立、ゲスグループ、が国民的ヒデオテディリネールに一本負け。 3対1とリードしていただけに、まさかの逆転負けとなった。バルセロナ五輪95キロ超級銀メダルの元暴走王、小川直也氏、56、は日本の大前線。オーダーを見たら、本来なら3人、4人は落とすかなと思っていた。よくこのメンバーで代表戦に持っていったと思う。よくたどり着けたなとと日本の奮闘を評価した。勝敗を分けたのは、 元ね、テル、選手の負傷とズバリ。日本の重量級エース曽根明、パーク24は前日の女子78キロ超級準々決勝で左膝を負傷して団体戦を欠場した。このため、小川氏は、本来なら彼女が2番手で勝って、と計算が立った。それで、オーダーも変わってきたと思う。前回東京五輪の王者がいないんだから、それは日本がきついよと見ている。 そうした中で、ソネの代役で78キロ級代表の高山理香、三井住友会場が、78キロ超級世界ランキング1位のリコを破る主君の星。57キロ級では48キロ級の角田夏美、SBC 湘南美容クリニック、も階級が上野選手に白星を挙げた。73キロ級戦で66キロ級金メダルの安部一二、パーク24、は破れたが、 小川氏は女子の高山選手、角田選手はあッパれ。柔道もボクシングと一緒で、階級が違ったら全然違う。これで差がなかったら、階級を分ける必要ないしね。一二三選手は仕方ないし、最後は運みたいなもんだよと話した。その上で、この勝ち負けは、日本とフランスの柔道人口の差なのかなと思う。会場の雰囲気からして違うし、 フランスのお客さんはみんな柔道を知っている人が多いよね。そこの差は大きいと思うと指摘。柔道発祥国の競技人口減少に歯止めがかからない中、柔道王国となったフランスの底力に脱帽をしていた。